マリー・ドルケールは、フランスのジャーナリスト、テレビパーソナリティ。英語では、ドラッカーと発音される。フランスの複数のテレビ局の創設者、CEO を務めた、ユダヤ人のジャン・ドルケールの娘であり、テレビ司会者、ディレクターのミシェル・ドルケールの名でもある。オーストリア系及び、ルーマニア系、ポーランド系、アルジェリア系の血を引いている。 私生活においては女優並みに派手で華麗な男性変歴で知られており、作家のマルクレビ、投資銀行ラザードの CEO のマジューピガセ、内務大臣のフランソワ・アバロワン、コメディアンのガッド・エルマレ、ミシュラン一つ星を持つタレントシェフのシリル・リニャックなどの著名人との交際、発局を繰り返したが、2015年にパートナーのフランス国鉄広報責任者との間に一時を設けた。 ナオピガセとの関係は不倫であったために彼の妻に告発された。また著名政治家であるバロアント交際発覚後は政治的に公正を保てないという理由でニュース番組を降板させられた。2008年8月末からフランス2のウィークエンドニュースにおけるニュースキャスターを務めていたが2016年に降板した。ありがとうございます。